はい、で、まあ、例えばターンテーブルとか CDJ じゃなかなかできづらいことっていうのの一つに、まあ、BPM のそのシンク BPM を勝手に合わせてくれる機能を使ってちょっと面白いことをやってみましょう。面白いことっていうか、まあ、まあ売りの一つではあるんですけど、4デッキですね。冒頭でも紹介したんですけど、トラクターは4デッキ、同時で使えます。で、この4デッキを使って全部シンクかまして、スピードを合わせてやるとこんなことができるっていうのがあるんですけど、デモループ。これデモループスっていう、ちょっとこのブラウザーとかの操作方法に関しては今説明しませんけど、ちょっとやってみましょう。ここにハウスとかテックハウスとかいろいろありますけど、まあ何でもいいことないんだけど、適当に好きなやつドラッグしてみて、こういう感じで、ベース A がベースで B がドラムで C が、リードで、で、D がパー、PERC でパーカッションの略かな、これ。よくわかんないや。まあいいや。とりあえず4つ入れました。で、これで全部に、入ってます。で、各トラックはループがかかってます。ループっていうのは後ほど説明しますけど、まあ、繰り返し繰り返しっていう感じですね。で、パートごとに収録されてるんです。要するに曲のパーツ、まあ、バンドで言ったら、ドラムだけとか、ベースだけとか、ギターだけ、ボーカルだけみたいな感じで、単音が入ってるんですね、これは。曲じゃないんですよ。曲のパーツが入ってると。で、それでスピードが完全にシンクしてくれるので、これを同時に鳴らすと一つの曲ができると。で、それを抜き差ししたりとかすると、リアルタイムに作曲するみたいなことが可能になるんですね。で、これが結構面白いんで、はい。で、まずベース鳴らしてみて、順々に被せていきましょうか。もちろんシンクはこうやってもうあらかじめつけといて、あれ？なんで？よし。よいしょ。じゃあまずベース。こんな感じですね。全部フェーダー下げておきましょうか。徐々に入れていく感じで。で、だんだん今ドラムが入っていってますね。縦フェーダーで。これですね。もうすでに曲っぽいですね。で、次リードですね。うん、まあいわゆる上ネタっていう感じですかね。で最後、D ですね。はい、入れます。で、徐々に。うん。で、抜き差ししてみましょう、適当に。で、またベース入れます。ダウン。で、今 D だけ潰して、次 D はドラムかなんかを入れたりとか、よいしょ。で、D 入れますね。
今度 B 抜きましたね。で B に何か入れましょうか。そうですね、これ入れましょう。でフェーダー下げて、はい入れます。今 C と D が開きましたね。なんかぶっ込んでみましょうか。まあ、だんだんこんな感じで上げていくと。フィルターを使いながらちょっとこういう感じで、で今度 A と B をなんか適当にやってもらうと、そうですね、トランスとか言ってます、よくわかんないですけど、よいしょ。もう全部シンクしてくれるから、もうどんどん再生するだけで大丈夫なんですね。感じで、パーツを組み合わせて、遊ぶっていうこともできます。もちろん、そこに、普通の曲をかぶせることもできます。じゃあそうですね、C のところに、さっき陽介管理人が作った、曲を入れてみましょうか。はい、あ、こっちのがいいのかな。これも完全シンクしてくれるので、はい、こうやって始まりましたね。でも全部シンクついてるんで、もうあとはズンズン再生していくだけです。まあ、とりあえず全部縦フェーダーを下ろしていきましょう。で徐々に、増やしていきますんで、まず D からいきましょうか。徐々に上げていきますね。みたいな、このこういう音ですね。で、今度 B のとこ行きますね。ごめんなさい、ループになってなかったんで、ちょっともう一回やりますね。
で、A ですね。みたいな感じで全部合ってくれるんですね。あとはもうイコライザーひねったりとか、どん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 抜き差ししていってもらえばそれらしくなりますんで。まあ、フィルターなんかも使ったりとかして、という感じで、抜き差しができるという感じですね。